同行者と思われる子供とブレイド一体は逃しましたが、手配書の娘とそのブレイドは捕らえることができました。引き続き町の治安維持に。ねえパクス君、僕が何て言ったか覚えてる？は？僕は水玉色のコアクリスタルを持ったブレイドを捕らえろって言ったよね。誰も手配書の、それも賞金1万5000程度の小娘を捕らえろなんて言ってないよね。ですが、彼のものはイーラの。大事なことだからもう一回言おうか。僕は水玉色のコアクリスタルを。あの毛布様。何？水玉色とはどういった色なのでしょうか。緑色。緑、わかる？これ、この色、これが緑色。見えてる？ちゃんと見えてる？ああ、緑色。あ、そうでしたか。水玉とは緑色の。もうバカ！水玉色のブライトなんてまずいないでしょ。一目瞭然でしょ。それをあんな猫型の普通のブレイト。お言葉ですが、あれは猫型ではなく虎型。うるさいバカ。モウ様。何？ノックぐらいなさい。失礼いたしました。モウ様、メレフ様が。え？本国からメレフ特別執権官がたった今。今？港に到着されました。なんですって。